します。まずは今日は初めての YouTube ということで、2022年を、振り返るっていう感じで、撮っていくみたいですね。はい。まあ、基本的に別に何だろう、 YouTuber とか言うとあれだけど、そういうカテゴリーではなくて、はい、僕らトラットマンズの何だろう、活動だったりとか、そういうのを、まあ、なんかここで発信できればなと、より多くの人たちにトラットマンズを見ていただくっていうことをまず目的として、どんなことをやってるのかなみたいなことをやっていく、はい、まあ、今後そういう流れで、はいはい、いければなと思ってるんで、まずは2022年を、はい、いろんなことがあったんで振り返ってみましょう。振り返ってみます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。上半期から、はい、上半期、はい、こちらです。うん、はい、そか、22年1月、うん、あ、食海さん、食海さん、湘南の風、うん、令和古典ですよね、食海さん。そうだね、古典だね、はい、はい、写真ですね、食海さんの写真の古典に盆栽を飾らせていただいたということで、はい、貸していただきました。うん、歩くパワースポット、パワースポット、はい、蛇を、白い蛇を ね、待ち受けにするといいって言われている食海さんの個展を、はいはい、彩らせてもらったんですけど、盆栽で、まあ、年明けからとても、そうそう、縁起のいい、ね、すごい縁起のいい、うん、いや2022年本当にいろんなことあったから、そうですね、そういろいろありすぎて、ね、年明け早々、まあ、でもいいスタート出しというか、うん、そうだね、はい、めちゃめちゃ良かったと思います。振り返ってみたら、うん、ありがたかったですね。めちゃめちゃ食海さんも本当にいい人 で、 そうです、ね、気さくな人で、はい、日本の伝統文化めちゃめちゃ、ね、好きな、うん、好きだって言ってくれて、なんかもっと発信していきたいって言ってくれて、意気投合してね、今回こういうお話をいただくことになったんだけど、はい、うん、ありがたかったです、とても、うん、そっか、そうですね、いいね、1月すごく良かったね、はい、スタートダッシュが良くて、うん、でまた2月入ってオーシャンズ、はいはいはい、ディオールさんの、はい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 、そう、まあ、正式には2021 の、まあ下半期というか、もう本当に年末だったんだけどね、撮ったの、はい、まあ、号でいうと2月号ということで、うん、いや、このディオールさん、まあ、オーシャンズのディオールでね、モデルさせてもらったんだけど、うん、いや、これ結構いろんなことが始まったよね。そうですね、うん、やっぱこっかな、すごい良かった、反響ももう今まで以上にめちゃめちゃあったし、いろんなところから、いや、すごいねみたいな、私、まあね、俺自身もやってみてめちゃめちゃ良かったし、うんうん、本格的な、なんか、いや、ね、そうですね、ヘアメイクとかヘアメイクしてすげえ、もう、うん、襟とかも全部押さえてました、ね、うん、何人か出たよね、みんなも、はい、一応ワンショット、ね、はい、ワンショットね、その時はだからまだジュンさんも、ジュンさんも、うん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 、でなんかしないけど、翔太が僕よりいい位置だったんですけど、翔太めちゃめちゃいい感じに映ってた、ね、超イケメンに映ってた、ね、ちょっと僕影になってたんですけど、そう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 、はい、そう、あれはいいお仕事をさせていただいてね、一盆栽屋がまさか、ね、リオールの服を着てオーシャンに出てモデルをやらせてもらうなんて多分今までなかったでしょ。すごいですよね、本当にめちゃめちゃ光栄でした。だ2月はでも結構本当にラボシャンさん、うん、であと、うん、ダニエル・アーシャムさんの、はいはいはい、ね、ポケモンと一緒のやつもあるし、であとその、まあ、サーフボードのチルサーフボード、うん、はい、で盆栽をディスプレイ、させていただいたりとか、うん、まあ、あと本当にニューエナジー、はい、ニューエナジー、ニューエナジー2月だったんですね。そうね、なんか寒かったイメージはある、それこそ翼にもね参加してもらったりとか、うん、コウタロウもね、カメラで初めて入ってもらって、はい、そこからいろんなことが始まっていく。でもニューエナジーって本当にニューエナジーだよね、いろんなのが詰まって、うんうん、なんか再スタートできたかなっていうのはあるね。ニューエナジーはもう神谷さんだね、神谷さんから声かけしていただいて、もともとニューエナジーってルームスを運営されてた人たちがニューエナジーっていうのをね、はい、あとまた新しくやったんだけど、もともとのルームスの方でトラットマンズ、本当初期の頃がね、
あの参加させてもらって、でいろんなもう2万人ぐらいお客さんが来る本当に大きいイベントで、それ何日間かやるんだけども、まあ、いろんな会社が入ってる中で、もう何百社と入ってる中で、見事うちが、まあ、一番いい賞をいただいたっていうのから始まって、本当にそこのルームスが始まったことによって、今でいうね、あのビームスジャパンさんだったりとか、あのユナイテッドアローズさんのエイジさんだったりとかっていうところにつながっていくんだけど、そこから盆栽をこうディスプレイさせてもらうっていうことになっていくんだけど、あのルームスの時、神谷さんが声かけていただいてから声かけていただいて、いろんなことが始まって、でそれからもう何年も経って、神谷さんからまた連絡いただいた時に、今回ニューエナジーっていう新しいこうイベントをやろうと思ってるんですって話をいた時に、もう2つ返事で、いやもう神谷さんには本当にお世話になってるので、もう全力でやらせてくださいって言ってやった。でその時にで翼さんも来て、で幸太郎も来てって言って、本当にいろんなことがまたそこで始まったんだけど、すごいすごくあの思い出深い、うん、イベントだったね。本当にニューエナジー、うん、よかった。お客さんもね、本当に感度の高いお客様すごくいらっしゃって、うん、ニューエナジーよかった。まあダニエル・アーシャムね、ポケモンも、いやポケモンと仕事をするってまさか思ってなかったから、ね、ダニエルから声、ね、かけてもらって、まさかね、草月会館で、ね、はい、ダニエル・アシャムのポケモンの造形と、ね、うちの盆栽で一つ一つテーマを作ってやったんだけど、まああれも反響良かったし、何よりもうちの、ね、あの息子からのそれがそう、ものすごいリスペクトが得ることができました。いやそうっすよね、はい、あの年代には、うん、で3月も、うん、また、メルセデス・ベンツさん、はい、ベンツさん、はい、うん、の盆栽ディスプレイ、あれベンツさんは、はい、C クラスか、そうです、 C クラスの新型の C クラスの発表会、はい、の発表 で、 で、はい、あの六本木のメルセデス2で、はい、そうだね、こちらで、うん、まあね、ベンツさんと、まあ、ベンツはずっと縁があったからね、はい、なんか嬉しかったですね、そうね、個人的にもベンツはね、そうね、俺が乗ってた、昔乗ってたあのベンツ、シュースキーにあげたしね、あげて乗ってたよね乗ってたけど、まあ、今となってはもうかなり古い話だけど、まあでも、うん、あれがでもいいクラスで始まりですよね、そうそうそう、いやでもすごく、うん、いいお仕事させてもらった、はい、ありがとうございます、うん、ベンツさんと、うん、3月はドレスキンさん、ドレスキンさん、はい、あドロップね、はい、ドロップですね、はい、ドロップはモデルさせてもらいました、ドロップのコマートね、うん、うん、いやなかなか、そうあれもいいね、いやでも多岐にわたりますね、本当ですね、仕事が、うん、なんかもういろんなところとやってんだよね、まあ、まだまだこれからあるけど、うん、そうですね、本当にドレスキンさん行ったと、しかも3月はナイキさんとも、はいはいはい、うん、エアマックスデイで、あの時は、ワークショップもそう、ね、やらせていただいて、うんうん、はい、なね、3月26でしたっけ、エアマックス、あそうエアマックスデイだ、エアマックスデイのその日にね、うん、あのやらせていただいて、あの猫が飛び出てくる、はいはい、はい、あのね、あそこね、新宿ね、はい、新宿の、うん、ナイキさんと仕事できるってすごいことじゃん、いやすごいですね、ナイキさんね、でエプロンまで作っていただいて、あそうですね、そうでね、なんかこうかなりの応募があったみたいで、その中でもよりすぐられた方たちがワークショップ参加できるみたいになって、で自分らがこうして桜ですね、だよね、はい、桜の植え替えと剪定、はい、針金掛けをやったんだけども、いやいいイベントでした、うん、やっぱりさすがナイキさんだなっていうのを感じたよ ね、 ですね、トークショーもやって、あトークショーもありました、そうトークショーもね、なんか日頃あテレビで見たことあるなみたいな人たちと一緒に一緒にいました、ね、トークをするっていう、うん、なんか一盆栽屋がまさかんなところで話をさせてもらうとは思わなかったけどいや、うん、ありがたいですよね、本当に良かったです、これもまた、はい、で、で4月に入りまして、はい、まあ、うちの一応ユニフォーム
の T シャツの発売があったりとか、はいはい、いいね。で、あとまあ、うん、メイトさん、うちのクライアント先でもある、うん、メイトさんのパーティーで、うん、まあ盆栽のディスプレイをさせていただいたり、で、あとあのシュウ上村さんですね。はい、シュウ上村、すごい、はい、奇抜な、はい、頭に盆栽乗っけてメイクして、はい、あれは面白かった。なんだろうな、なんかいつかやってみたいなって思ってたことが仕事になったから、まあ、その中で自分たちの盆栽でああいった表現ができるってあれは結構アートだよね。いやーアートすぎる。県外でしょ。県外ですね。頭から思いっきりこうは、ね、心拍だよね。心拍ですね。心拍 でモデルさんから県外がこう、そうそうそう、モデルさん大変だったけど、めちゃめちゃ大変そうだったけど、すごくいい映画撮れたんじゃないかな、うん、あれも。あれは本当に初めてですもんね。そうね。で5月に入って、うんうん、でここはまたちょっとあの新聞の日本経済新聞社の方から、はいはい、日経さん、はい、日経さんからまた、うん、あの取材の、はい、依頼いただいて、で今回多分、2回目になるんですかね、日経さんが、うん、以前はなんかそのデジタル、あ、デジタル媒体 で多分今回は、紙面、まあ、本当に紙面も、ね、はい、うんうん、これがね本当にやっぱ親父の反響良かったです。まあ、そうなんだよ、日経読者も、ね、うん、うちもいろんな方たちから、まあ、それこそね、なんかいろんな年配の人たちからも連絡いただいたし、はい、うちの、ね、義理のお母さんだったりとかもそうだし、はい、親父もそう、確かにうちもやっぱりそういう人たちからの反響もめちゃめちゃ良かったです。でもやっぱなんか嬉しいですね、親父とかに。そうね、はい、うん、なんか一つ親孝行じゃないけど、うん、まさかね、俺たちが日経に出れるなんて、ね、小学校、中学校の頃なんて全く思ってなかったでしょ。日経に、結構言われたよ、地元の友達とかにも、てっぺが日経みたいな、いや、どうなってんのみたいになって、俺が一番びっくりしてるよみたいなやつだけど、まあでも、うん、よかった、すごい。うん、いやでもありがたいですよね、そういう日経さんとかも、こうやって。ね、盆栽に、ね、注目してもらって、はい、していただいて、これは一つの結果でもあると思うよ、うん、間違いなく、うん、いや、素晴らしい、素晴らしいです、本当に、はい、もうどんどんやりたい、そういうのは、はい、ありがとうございます、はい、で5月で 6月はあれですね、AK さん、はい、あの6月9日 AK さん、うんうん、あ、6月9日ね、はい、うん、AK さんの日てそこで、ね、うん、盆栽も、はいはい、飾らせていただいて、そうだそうだ、してで、あのオフィスも今ディスプレイさせていただいてるじゃないですか、うんうん、多分この辺からすごいいろいろやっていただいて、うん、AK さん、いや AK さん本当に、はい、うん、ね、こんなに大御所の方なんだけど、ね、本当に律儀な方で、うん、会えば会うほど魅力を感じる、うん、方です、この人は。やり取りとか本当に見させていただいてると、すごい方、うん、いや素晴らしいです、本当に素晴らしい人です、本当に勉強になる、たくさん、もうこのパーティーもすごい良かったよね、みんなで行ったよね。そうです ね、はい、みんなで行って、もうね、俗に言うセレブと呼ばれる人たちがたくさんいらっしゃって来らっしゃいました、ね、うん、結構ね、ミーハー心くすぐられちゃって、ね、結構写真とか撮ったりとかしたけど、盆栽の前で、まあでも昔からね、あそうだよね、なんてもう一番小太郎なんてもう本当だよね、もう盛り上がって憧れてる人にね、はい、お会いして、そういうのもあるしね、いや本当にいろんなチャンスをあの場でも見させてもらったし、トラットマンズ盆栽小島てっぺーっていうのもね、うん、言ってくれたしね、いや本当そういう人なんですよ、すごい方です、本当に。俺も昔からね、いろんな、あ、この人の音楽聴いてたみたいな人たちも出会えたし、うん、すごい良かったな。で、あの会場でさ、盆栽バーンみたいな飾らせてもらえるって、いやすごいですよね、うん、あの会場、あそこですごい良かったよ、はなかなかできないですよね、うん、レッドカーペットもあってね、うん、すごい面白かった、盆栽が出てよかったなって本当一つずつ思うけど、うん、うん、ですね。いやだって AK さんでまた6月、ワックスさんとの、はいはいはい、恋口のコラボ、はい、うん、はい、あれもおかげさまで、そうね、速乾でした。まあ数もねそんなに多くは作ってなかったっていうのもあるんだけど、うん、びっくりするぐらい速乾で早かったですよね、うん、あれも転売とかもされてたからね、あ、出てましたね、すぐに結構な値段で転売されてたからびっくりしちゃったけど、そうワックスさんで、そうそうそう、まあいい機会だからあれだけど、うちは
まあ盆栽屋さんというか、まあ、あれなんでアパレル屋ではない、うん、でまあでももともと自分はアパレルをねやってたっていうのもあって、まあ服はもともと大好きなんで、はい、なんでうちもユニフォームとして歌ってるっていうのは普段から作業着として着ているもの、まあ今俊介もこれから出るやつね、そうだし、こういう普段から僕らが作業だったりとかで着てるとか、まあ盆栽ディスプレイってリースっていうのがあるんだけども、いろんなところにこう盆栽を飾らせてもらうんだけど、そういう時に着るユニフォームは、はい、これはユニフォームとして、まあいろいろ反響があったので販売させてもらうことになったんだけども、例えばワックスさんとのコラボだったりっていうのは、これはもう完全にアパレルっていう解釈でやってます、はい、でワックスさんはこういう口シャツ、もともとワックスさんはこういう口シャツをいろいろ作られてたんだけども、まあ、そこにね、オーナーの樋口さんとはいろいろ縁があるので、ちょっと今回やってみようよって話になって、うちのロゴを入れたこういう口シャツを作らせてもらったんだけど、本当に、うん、よかった。めちゃめちゃこういう口シャツって理にかなってるんだよね。汗かいても乾きもいいし動きやすいし、で作業に持ってこいみたいな、ね、日本の昔からあるスタイルで、うん、いけてるよね。かっこいい。かっこいいですね。あれは、うん、2023、まあ、今年も実はいろいろと企んでるんで、まあ、また交互期待という形でそこは気になります、はい、よろしくお願いします。ワックスさんも、まあ、引き続きやっていきます。いろいろと、うんうん、おーす、はい、ありがとうございます。やらせてもらったけど、思ってた全然人が来てくれて、ああびっくりした ね、うん、乗りたけさんですよトンネルズ、トンネルズ来ましたよ、ね、あの時の生演奏は僕の中でずっと忘れられない。皆さん待っての、はい、トラットマンだと思います。いや本当にそうです、はい、はい。